ご視聴ありがとうございます。今回はオージープランツのグレビレアについてご紹介します。それと社長がおすすめするオージープランツ2023年までのバージョンと、これから社長がぜひ推していきたいオージープランツについても紹介してますので、ぜひ見てください。いつもご視聴ありがとうございます。開館の三國です。だ今回はね、今人気のオージープランツグレビレア特集でお願いします。はい、皆さんグレビレアって知らないでしょ、うん、で僕はっきり言います、ね、グレビレアとバンクシアは絶対におすすめです。おすすめいいよ。オーストラリア産の、植物は、まあ、ちょっとリン酸成分を嫌うとか、それはちょっと前回の動画見てください、はいね、でそのオージープランツ用の土とかもかあの植物家族の方で販売してますから。なぜグレビリアがいいか、なぜバンクシャーがいいか、うん、これね大きくならないとわからんと思う。うん、めっちゃくちゃ綺麗って、あんまり大きいのって売ってないよね、うん、で大きいのって結構値段するの。あの植物家族の公式ページ下貼っておきますんでね、グレービリアちょっと大きいやつ売ってます。もう、はい、もう2万円超えます。一気に ね、まあ2万円とこんなにむちゃくちゃ高いわけでないよ、正直言って。植物って5万とかもうザルにあるから、うん、なんで2万とかするか知ってます？はい、時間かかってる。そう、時間かかるの、大きくなるのに。そんなに一気にグワッて、ユーカリは大きくなるけどグレービリアそんな大きくなるね、うん、ゆっくり大きくなる。綺麗に仕立てる方法をマスターすればめちゃくちゃかっこいい。でグレビリアって皆さん、ね、残念なごとく写真花咲いてない、うんうん、で花咲くのにちょっと年月かかるの、うん、そこまでしっかり育てることで、いやならね、このグレビリアの、まあ、前回僕言ったこのロブスター、どんな花咲く、こんな状態で植物家族で売ってますわ、うん、スリット鉢に植えて、これは普通のビニールポットやけどね、売られてます。どんな花咲くのって、はい、これで、もし興味あるんやったらこういう花が咲くの。いい、これ。そう、いやいや、これ本物見るとピリアこんなおられん。でかでかいよ、言っとくけど。だから僕ロブスターこれあれ締めた。すごい。ロブスターって何？エビ。そうそう、エビをロブスターっていうね。エビの形。伊勢エビ？あ、伊勢エビみたいな形の形してる。エビ？エビみたいな形をしてる、ね。で形が、うん、でブラシみたいに、そうでオレンジとかピンクとかあるんやけど、うん、それは皆さんねちょっと調べてほしい、うん、ネットで。例えばロブスターを買うってやったら、またまあ植物家族の方でロブスターって載ってたら、ロブスターの花、グレビリアロブスターの花ってやると出てくる、うん、はい、で正直言いますと、僕はこの最初に1本だけこれをお勧めしてたじゃないですか、覚えてるかな、ね、こっからピンチしてバーッと分けてるのはあまり買わないでよりも、なぜかっていうとグレビリアっていうのはこれが大きくなると、ある程度これまだね小学校の低学年、これでこれで、うん、うん、でこれが時間経ってくるとこうなる。え、これ同じ？違う、種類違う、うん、種類違うけど属は一緒、うん、ね、でこれはピンク色の花が咲くの、うん、これグレビリアのジェバンス。ただほらここ気になってるぞ、ここ気になってるでしょ、気になってる、うん、気になってるでしょ。これちょっと値段がええー、と思う値段やけど、ありえん値段やね、これ。もしめちゃくちゃ安いよ、これ3500円。それ普通考えられんよ、3500円。うん、このも早もん勝ちは本店にあるから早もん勝ちだよ。でね、時間経つと分かる、こういう風に気になってくるんで、うん、でやっぱこういう風に仕立てたいじゃないですか、はい、こうかっこいい、こういう風な形でバーンって、はい、なんかバンデランってしたくないやろ、うん、ですると最初にこういう風に支柱しとくの、うん、で支柱して分かるかな、にってこう太くなってきて、ここで剪定してる。これを太くさせるの、まずスーッと伸ばしてで、ピッて切るとここから分かれる、うん、ここから分かれる、分かれる、うん、ね、でこれが真横になったりとかウェーンって横伸びたり、枝とかあるわけ、うん、じゃあそれを全部切って自分でねこう仕立てていくことができるの、うん、どういうことかって言ったら、今こんな状態でしょ、こんな状態で、グレビリアでもいろんな種類、こう下にわーって広がるタイプと上にバーッと上がるタイプあるんで、今回ね、あのうちの方で今売ってるね、パッと写真見ると分かります。写真見るとこう上向いてるやつは絶対上がってきます、うん、で下にふわっとなってるやつはふわっと歪性です。
これ覚えておいてください。 で今はねこう上に上がっていくタイプのグレビレアを紹介します。はい、まあ、例えば大きいプランターにこうやって植えたとします。まあまあまあ、まあ植物家族で買ったとします。これのロブスターをね。でこういうふうに僕わざとに一本にしてるんですよ。こういうふうな感じでね、こんな感じ、こんな感じね、こんな感じになってるんですよ。そうですよ、こうやってね、花をこういう、さんがめっちゃ綺麗なオレンジ色なのね。である程度ここの幹が太くなったら、太くなってってこう伸びてきますんで、ここで切ってください。バチンと、はい、でバチンと切るとどうなる。これ葉っぱついてるところで切ってくださいね。ね、こう水は蒸散できなくなるんで、必ず葉っぱついてるとこういったところでもいいから、あまり下で切っても意味ないんで、うん、まあ、切ってもいいですよ。切るとどうなるかって言ったら、こっからね分かれていくんですよ。こうやって分岐していくんですよ、何本かに。でこの幹が太ければ太いほど枝も太くなってくるんで、うん、こういうふうにこういうふうにして枝がこういうふうに分かれていくんですよ。こうなったりね、こういうふうに、まあ運が良ければ5つぐらいに分かれます。分かれてるでしょ、これ。ここほら5本、5つ目に分かれてるでしょ、うん、ね、ほらここもここ2箇所に分かれて、ここでピンチ。どういうことかっていうと、こうすると今100のエネルギーが12345に分かれてますから、これ20のエネルギーに分かれてるんですよ。分かります？でこれなんか見た目さ、リザーさんやったらどこ切る？この枝と12345番やったらどこの枝切ります？1と5。そう、大体みんな分かる。これ1番と2番、1番と5番切るとどうなります？上に行く。そう、この今まで100のエネルギーが、これが20でなくて33に変わるんですよ。33のエネルギー、うん、ね、33のエネルギー、今までは20だったでしょ、うん、で枝数を減らすことによって樹形がちょっとかっこよくなっちゃうんですか、うん、で次にここで切ります。ここで切ったら、切ったらまたこういう風になったとする。こういう風に枝が出てくる。そうするとこの繰り返しです。たらこれ例えば1234ってこういうガーッとあったら、どういったとこ切ります？下向いてるやつ。そうそう、下向いてるのと内側に向いてる方、ぶつかってるとこ、うん、ここの入れんね。でこっちもこう向いて、こことこの枝ぶつかるでしょ、はい、でこの枝とかもぶつかってる、これ切るんですよね。でここ2本だけ残して綺麗に放射状に持っていくとこうなる。わかる？言ってる意味が。例えば大きくしちゃ大きくしちゃったいっていうのもあれねんけど、枝をねこうね内側に向いてる、ここやったらここぶつかってるじゃないですか、こことここ。うん、ぶつかってる。ここほらぶつかってるでしょ、ここね、こことここ、わかるかな、ここ。はい、ね、ただこの内側のぶつかってるの切ってしまえば、これが太くなるんですよ。でちょっと支柱してればまたピンと上に立つんですよ。でこういう風にして自分でね形作っていけるの。でこれをずーっと繰り返して2メーターいったらどうなると思う？めっちゃかっこいい。めっちゃくちゃかっこいいの。だから僕グレビリアをおすすめしてるの。ね、グレビリアって逆にね、例えばこういう枝が細いやつもあるの。これも自由にしてもらえればいい。そう、すごい細いの。でも花はね、いろんな色のタイプが花が、形は結構似てるんやね。ブラシっぽいんで、いや本当におすすめやよ。ピョン出る感じ。そう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 。でわーっと下に這うやつもあるから。うん、購入した時に下の方に向いてたらそれ這うやつやと思って、上に上がっていかないから。何でもいい。ポット栽培でも後ろの方に持っていけばいいし、垂れ下がるタイプのグレビリアやったら手前に持っていけばいいわけ。わかります？いいでしょ？ん？いい。絶対いいって。僕保証するって。もうこれだけ覚えておいて、今のやり方、うん、これもう一回やろうね、今度ね。もう今度は三国沼学園でやろうか、これグレビリアだけは、はい、社長のおすすめするグレビリア特集って、お前俺3回ぐらいいるあとプロテアね、はい、あプロテアのバンクシア、うん、ね、あそうやね、僕が本当にね、今ね植物家族で売ってるから、みんな買って、はい、もう一遍言うよ、もう一遍言うよ、復習のために。夏だけ弱い、高温多湿で、オーストラリアって何度から何度ぐらいと思う？暑いんじゃないですか？いや、もう暑くない。日本と真逆でしょ。真逆。大体下の温度が20度20 18、まあ、15度から20度ぐらい、下がね、夜がね。で、上が30、よう言っても行ったことないでわからないけど、聞く話やると32から、間違ったらこの35度、40度行くことはない。で、実際植物めちゃくちゃ環境がいいのは18度からだいたい25度なの。うん、
だからこの時期っていつ？秋？そう、今ねって。だから僕今売ってるの。うん。わかった。だから言うね、今から言う植物ね、秋買ってください。はい。今から言うよ、代表的なオージープランツ。はい。覚えてる？何つって。何？オーストラリアの原産の植物。ピンポン。ピンポン、はい、イェイ。オーストラリア原産の植物を、ね、物を言います、はい。はい。で、オーストラリアの植物の特性っていうのは何ですか？質問ね。テスト2。水に弱い。そう、水はけの良い土を好む。はい。肥料はあまりいらない。ピンポン。肥料はあまりいらない。特にリン酸。そう、リン酸成分。成分、G 間違ったらごめんを必要としない。リン酸っていうのは何？窒素リン酸カリウエとお花。そう、 P の部分やね。窒素リン酸カリ P で表示されてます、皆さんね。真ん中の部分、真ん中の部分ね。花とか、これ P ってどう、花とか実をつけるための肥料を、ほとんどのやつはこれリン酸成分多めに入ってるんですよ。だから花とか野菜とかの土はあまり、ね、肥料を与えない方がいいです、はい。どちらかというと観葉植物の方がいいです、はいはい。で、続いて何度から何度まで耐えれるか。僕ちらっと言ったよ前回も。何度から35度まで。うん、だいたいマイナス5度。ピンポン、マイナス5度。実を言うとマイナス30度までもいけるものもあるから。強、うん、だから福井でいけるよ。ほとんど日本ではいける。北海道はちょっと言えない、何とも言えない。で、マイナス5度から、うん、上は35。お、まあそれ正解にしよう。35度まで正直いけます。疲れるけど、うん、はい。で、一番苦手なのはいつ？夏。ピンポン。夏の高温多湿。おわ、ピンポン。お、100点いい。高温多湿が苦手な、それ以外は全部得意ですよと。はい。多湿をが苦手。はい、な、買うのやったらいつ買うといいの？秋。ピンポン。秋。今な、どこで買うといいの？植物家族。そう、ピンポン。120点。ここは素晴らしい、ね、ここは120点にする、はい。うん、よし、うん、植物家族。専門性が。そう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 、家族で買うといいよと。いつ売ってんの？もう売ってる。今売ってる。ピンポン。140点。今買え。梱包は綺麗上する。綺麗上する。ピンポン、当たってる。しかも植え替えてある。植え替えてある。ピンポン。180点。はい。この肥料まで売ってる。そう、肥料まで売ってる。180点。すべて売ってます。なんで売ってるの？最終的にはなんで、うん、なんで売ってるの？広めたい。ブブ、俺が好きやから。わかるかい。そこだけ間違った。単なる俺が好きやから、うん、だから、三国沼にハマってるやつね、はい。ぜひ購入してください、はい。リサさん、100点満点中180点。やった。ここが、うん、とっても良いお答えしてました。特にここね、ここの部分、あそこ、ここがとてつもない発想ですね、はい。うん、素晴らしい発想。すぐ出てきました。すぐ出てきました。うん、ここがとってもいい、あなたのリサさんの発想です。ありがとうございます。はい、あなた将来絶対立派な人になりますんでね。商売繁盛、商売繁盛。分かった。はい。ね、大事やよ、商売はね。はい、ね、あの、経済を回す。買い替え本店でも売ってます。そう、ピンポン。でも表座ったよ。うん、表座ったよ。うん、もう180点。素晴らしいです。はい、じゃあ、居残りの、リサさん、リサさん、B さん、あなた、これ答えられなかったね。80点やったね。もう一人の年で答えられなかったね。100点やったけど、どこで買うのったらってなってたし、いつ買えるの、うーんって言ってたし、うん、ね、あなたの妹は失格。だからそのあなたの妹の代わりになって、あなたが居残り授業を受けなさい。わ、はい、かりました。なオージープランツって何？オーストラリア原産。オーストラリア
はい、な代表的な植物を言いなさい。これ結構難しいよ。アカシア。お、ピンポン、アカシア。ユーカリ。ちょっと早い。アカシアって何々ある？ブルーブッシュ。あ、ブルーブッシュ。わあ、いいね、ブルーブッシュ。ミモザ。ちょっと早い。じゃあ先生についてこいって。ブルーブッシュ。早く書いて。ブッシュ。ブッシュとか。ミモザ。ミモザとか。これ実言うと、海外の植物家族でまだ売ってるかもしれないんで。売ってるかもしれない。ブルブシとかミモザとか、うん、あと三角バカシアとか、あ、三角バとかいろいろあるんでね、いっぺん植物家族のとこ覗いてください。はい、はい、で続いてアカシア、まあ、他に何ある？ユーカリ。ユーカリ、ピンポン。ユーカリすっごい人気ある、ね、女性な。ユーカリの中に代表的なものはポポラス。お、ポポラス、ピンポン。ポポラス、あいつ出て、グ、グニー。そうそう、グニー、ユーカリ、ピンポンやってユーカリとか、他にもタンタンタンのね、タンタンタン、タンタンとあります、はい、ね、まあ全部言えなくていいです。はい、な、続いて、はい、他に、ニューサイラン。ニューサイラン、これいいよ。あれな、な、植物家族で買えるやつ、これ言えたままだと300点やるわ。あ、ピンク斑入りのやつ。そうそうそう、俺が一番おすすめしてるやつ。ピンクス、ピンクス、スとストライプ、ピンポン、ピンクストライプ。これか、植物家族で買えるみたいなのとか、もろもろある。なんか俺名前しない。続いて他にはコルジリネ。コ、ポルジリネ。代表的なのはレッド、レッドスター、ピンポン、レッドスター。これちなみにね、植物家族で売ってるやつしか言ってない。レッドスターとかいろいろあるわけ、はい、チョコレートなんちゃらとかね、うん、綺麗よ、チョコレートとかね。皆さんこれ本当ですかね、代表的なあれでね。はい、続いてフランネルフラワー。ピンポン、フランネルフラワー。フラ、今これちょっと時期じゃないんで、ネルフラワー。これは実を言うと何県で作ってる人が多いの？岐阜県。ピンポン、岐阜県の農家さんで結構作れてるし、生産者まとめてグッとね、フランネルを増やそうとして努力して、岐阜県は、うん、で結構作ってます。はい、はい、で、はい、他にはカンガルーポー。ピンポー、カンガルーポー。はい、続いてバンクシア。バンクシア、ピンポー。ぐらいですかね。プ、プロテア。実言うとこのプロテアっていうやつはオーストラリア産でないんですよ。南アフリカ産なんやけど、うん、すっごいここと性質似てるんで、ついでに入れちゃいます。うん、はい、なら、すっごく今人気のあるもの何？アカシア。あ、やっぱりね、うん、1位はここや。ユーカリ。ユーカリ。な、次はアカシア。2番バンクシア。違うな。コルジニリネ。違うな。ニューサイラン。フランネルフラワー。そう、ここだいたいこの順番かな。去年までは、今年も、うん、でも社長はこれからこれどの順番やと思ってる。どの順番に俺はするつもりでいる、この世の中を。俺で決まるかもしれん。ね、今まではこれ、うん、だからみんなこれ知ってる人多いやろ。知ってる人多いやろ、皆さん、うん、知ってる人多いやろ。でもこれから僕が伸ばしたい植物、はい、ということでね、あのちょっと書き直しました、はい、で1個抜けてたんでね、24年に向けて僕がおすすめしたいもの、はい、福井でやってきて、岐阜で見てきて、ね、岐阜農場で管理して、おすすめな商品を順番に挙げてよろしいでしょうか。はい、はい、まず最初に、まあ、結構女性の方が多いんで、男性向けのロックガーデンにおすすめの、男性向けできます。男性、はい、ロックガーデン、じゃじゃん、はい、ニューサイラン、ロックガーデンにおすすめね、と、あとコルジリネ。これなぜかって言ったら、すっごいこの中でも乾燥を好みますんで、あんまり水やらなくてもいけます。はいね、やるときはたくさんやらないといけない。で、続いて、うん、花壇植え、はい、フランネルフラワー。で、続いて大きくしたい人、うん、そのこうなんとなく涼しさ、あと葉っぱの形が可愛いといえばアカシアとユーカリ。これシンボルツリーにもやろうと思えばできます。
はい、で続いてちょっとトロピカルな感じをイメージしたい、うん、花壇の中にトロピカルを入れたいカンガルーポーです。これ順番関係なしにしてやってくださいね。はい、はい、さあ残ったのは何でしょうか。バンクシア、はい、グレビリア、バンクシア、グレビリア、プロテア、プロテア、そんだけね、うん、はい、このこれと正直言うよ、これはおすすめしたい。あーこれ全部やね、やっぱこれこれもうこれ皆さん分かってるやろ、はい、うん、でもう皆さんこれ分かってるのは抜いていい、うん、これね、本当にこれ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 やってほしいの、うん、綺麗やから、うん、でこの中でも特に僕はこれグルビレア推し、これバンクシア、これあその3つ、これこれ特にじゃない、そう1個だけ外れる、あそう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 、ね、これだけちょっとね、あのうーんなんていうかな、お花が好きな人これ、うんうん、であの葉っぱとか樹形とかこのなんか光沢とかね、葉っぱの色の光沢を楽しむんやったらこれ、全て葉っぱ特徴あるから、うん、例えばグリビリアやったら例えばちょっとシルバーかかったやつとかあるから、でオレンジの花が咲く、プロテアがってちょっとね、銀色してる、シルバー色してるしかっこいいし、バンクシャもそう、ちょっとドライフラワーみたいな感じのものがあるね、ということでぜひね、今回何の話やったっけ、グリビリアめちゃくちゃ長かったやん、はい、ということで、なる次回はバンクシア、バンクシアについて説明したいなと思いますので、ぜひね、結構面白いでしょ今回の動画、はい、じゃあ次回をの、何やね、バンクシア特集いきたいと思いますんで、よろしくお願いします、はい、またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございます。